もっと聞いとけよかったよ、元気じゃない、それをフォアボール取るとかっていう考えもともなかったから、はい、年間日本酒をバット使わないな、ね、武田正幸の同級、1969年規定打席に達しながらもシーズン閉鎖だゼロ、三振もしないんだよね、平さん、うん、全130試合に出場して526打数でシーズン閉鎖打ゼロ、これもすごいな。こちらの閉鎖打を出さないために意識していたこと、閉鎖打ゼロって平さんあるんですか。いや、あるけど俺意識してやったわけはないからな、これはたまたまな。いやいや、でもすごい記録ですねこれ、うん、で平さん三振もしませんでしたよね、これ、ね、うん、三振に対する、うん、そのなんでやっぱボールの見極めですかっていうか、どっちかというともう早いうちというか ね1球目からどんどん打っていく方だったから仕掛けが早いタイプなんですよ、選んで選んでね、はいはい、フォアボール取ろうとかという考えもともなかったから、はい、高橋由伸さんも、うん、まあ、そういうやっぱり仕掛けの早いリズムの野球だっていうことを言ってましたけど、それも高校の時からそういう、うん、そうそうそう、だからもうストライクっていうか打てる球が一つ一球ぐらいしかないだろうという考えがあの頭よね。ああ、なるほど。だから打てる球が来たら打つというかね、という感覚で。閉鎖打ゼロの時の打順っていうのは主に何番ぐらい打ってたんですか。1,2,3 ぐらいですか。1,2,3,3番はそんな打てなかった。1,2ぐらいかな。あ、そうですか、うん、すごいね、500何打席で閉鎖打ゼロ。三振もその1978年4月30日から7月5日まで2ヶ月以上にわたって208打席連続無三振越したのはイチローさん、うん、あ、平さんも持ってたんだ、うん、近鉄の小川さんが持ってて、その後僕が小川さん抜いて、その後イチローが抜いた、うん、あ、そうですか。その期間中になんと空振りしたのはわずか8回しか空振りしてないんです、うんうん、本当それでこの年は522打席で18個しか三振していません。18個、これもすごいな。さらさん、その三振だとかそのフォアボールを選ぶためには仕掛けが早い、うん、ではその打率に対するこだわりってのはあったんですか。やっぱり3割というか、うん、ありましたね。あ、やっぱりあったけど、やっぱり打数が多いだけにね、なかなか打ちますからね、なかなかね、うん、そこまで到達するなんだね、うん、よくだから僕若い頃に球界の七不思議だということで、うん、なんで藤田平さんが3割届かないって、打席数、打数の多さっていうことなんですね、うん、そうそうそう、そうすると仕掛けがちょっと早いということで、まあ、フォアボールは少ないというか、ね、少ないということですよね、うん、そうすると平さんが130試合制で3割クリアするとなると、うん、160本と170本ぐらい打たないと、そうやね、打たないときつくなりますよね、うんうん、僕ら140ぐらいで3割届きますから、フォアボール80とか90個ぐらい選びますので、うん、新しくあのレッドソックスに決まりました吉田正尚選手、あのオリックスの吉田選手が三振しないことで有名ですけども、うん、藤田さんから見て吉田正尚選手どういうふうに見ていらっしゃいますか。じっくりあんまり見たことないんだけども、やっぱりボールに対する執念っていうのはあるよね、うん、あ、うん、どんな人でも持って打ち返しとったりね、そうですね、うん、それと彼がある程度ホームランの数を多分意識して減らす率の方にちょっと切り替えている部分があったのかなと思う、ね、ちょっと体の怪我とかがあったのね、うん、彼もどっちかというと、ね、なんか川上さんのタイプが詰まってでもこういくっていう感覚よ ね、 うね、うん、我々はなんか綺麗なヒットを打とうという感覚しますよね、僕らそうしますね、芯に当てたいですよね、そうそうそう、で田中さんの場合っていうのはバットの形っていうのはこの19年の現役の中でいろいろ変えていったもん、うん、変えましたね、ある程度年齢とか聞くと、はいはい、やっぱり見方も変わってくるし、はい、握りも変えてくるし、はい、長さも変えてきたね、長さも変えられました、長さもね、長さ変えたというのは 左ピッチャーの時はちょっと長め、あ、4半ぐらいの使ったんですか、うん、5も使ったことあるし、5も使ったことあるんですか、あった、35インチって結構僕は使えません、うん、だから34半までです僕使えるの、うん、だからとか
左バッター、左ピッチャーの時はそれを使った。これは外のボールに対する対応ということですか。長さが違うバットは握りは同じなんですか。握りは一緒、大体一緒で、ちょっと半一日一日長い短いというバットバット削り入れてるわけですか、うんうん、割とこう外届くやろうと。割と左ピッチャーで割とシュートを掘るピッチャー少なかった、少なかったですね。大野君ぐらいかな、だから大体真ん中から外のスライダーカーブ系の流れやね、流れですよね。だから向こうで三遊間打とうというね、それに対する対応ちょっと長いバット、そう長いのか、うん、もっと聞いとけよかったよ、元気じゃないそれを、うん、それ誰か知ってる人います？知らないでしょ。知らないやろね、うん、僕も知らなかったもん。あ、誰だろう、バット握ったことあるんだけどなで基本的にはタイカップみたいな形ですか。普通のタイカップも使ったことあるし、普通のやつも使った、普通の握りの初めはね、入団した当初何年間はタイカップ、あ、こうフィュッとこう、そうそう、はいはいはい、それはね、藤井英二さんがそういう形を作って、でグリップが細かった。ああ、そう、昔の方細いの使ってる方多かったですよね。ロックバットみたいのね、それを僕はあってね、あの細いのがですか。もう手が小さいね、これ。ああ、テレさん、その手大きくないんですよ。こんなん。だから握ったら太いの握れないね。ああ。細いのはいいかなと思って。藤井さんのこれいいわと思って。だから藤井さんのバットケース全部入れて俺が持って行っとったんだ。ああ。一緒に使おうと思って。一緒のだからですね。はあ。これで平さんの時の中心のバッターってのは遠井五郎さんですか。遠井さんやな、遠井さんと、まあ、山下さんもおったんけど、おったんやけど、入ったとか、はいはいはい、それが田淵さんにこう流れが行くわけですか。そう今度平さんはその1、2番を固めるという形の、うん、1、2番ね、うん、あ、だからまあ大体その当初は外国人選手がね、はい、そうですね、クリーンアップ打っとったから、クリーンアップ打ってましたからね、うん、その間に遠井さんとかなんか入るというかね、はい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 、うん、だから僕が入団した時ってのは平さんも24、5ぐらいの時、うん、5、6ぐらいですか。僕と平さんって7つ、8つぐらい違うんですね、うん、8つ違うんですね、22年やから。そうですね、僕30年ですから、うんうん、いや、これはもう守ること打つこと、本当に藤田平さんみたいになりたいという形のその方でしたので、ちょっと田淵さんとはそう、またちょっと違うんですよね、職人的な、うん、ちょっと僕らにとって近寄りがたいこのオーラみたいなのがね、平さんにあるんですよ、うん、で平さんの野球をやるのを見るとすごく簡単に見えるんだけど、実際にやるのはめちゃくちゃ難しいんですよ、うんうん、これがすごいなと思って、うん、まあ、なんていうかな、自分でまあ作り上げていたことなんだけども、まあ、見てる人は簡単に打ってしまうなという感じとかあったと思うのよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でもその簡単は簡単にできないんですよ、うん、僕も簡単に打ってたわけじゃないんだけど、じゃないんでしょこれはじゃあ誰だ、素振りですか。うん、素振りやって、素振りとそういう、まあ、小さいというか石を打ってきたってこともあ、石を打った、うん、そういう感覚やろうな。これで平さんの中では先ほども言いましたけど、バットの根っこで打とうとか先で打とうとかじゃなくて、絶対芯に当てようと思って打っていくわけでしょ。芯に打とうと思ったね、いい当たりしたいと、ライナーで打とうとね。そういうことですよね、うん、で僕が入った時に近藤和さんと、ここ天秤だもん、これあの人はね、年間日本しかバット使わないの、ね、折らないってことですか日本、あ、そうですか、うん、で芯に当てるのがね、うまかったでしょ。うまかったです、ちょっとね、そういうのがすごいなと見て、あれだって僕らも芯に当てないかんなっていう感覚よな。じゃあ平さんをバッと折るっていうのはもう本当にプライドを傷つかれるような形なんですね、うん、そうバッと折られるっていうのは折れたらもうもったいないよな。もったいないですね、高いですし、これ当たってるバットをね、そうです、ね、こう打ち続けてきたバット、ちょっと日々でも入ったらな、もうテープ前で打ったのかって感じになるよね。分かりますほとんど平さんバット折りませんでしたもんね、うん、でもね、やっぱりその高校でもそうやったし、真冬でもね、手袋させてくれなかった。真冬でも、はい、あの手袋はそうしませんね、うん、やらなんだよ、でしたら怒られました、うん、だから何かこっちだから芯に当てると痛いんですよ、その
竹のバットやねんね。そう、竹バットです。あれ、しびれるんですよね。だから芯に当てることを考えてやらんと、うん、あれは良かったと思うな。そういうことですね、うん、あ、そうか、平さんもその手袋して打たれるタイプじゃないですもんね、うん、ないの、うん、で手袋するんだったら右手ですから、そうそうそう、やるんだったら、ね、やるんだったら左手はしたくないですよね、うん、いろいろやっぱごまかすってことでしょ。そう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 、左手で手のひらで動かないかんからね。あ、こういうふうにですよね。バットをこの中で遊ばせるっていうかね、うん、こう固めたくないんですよね、こう動かしてるようなね、動かしてた方がいいっていう感覚よね。だからもう左手のは手袋をしてスプレーでバチッと固めて打つタイプではない。ないないない、うん、だからバット折らないんですよ、うん、まあ、新庄は外せないですよね、今のビッグボス。おう、ビッグボスか。亀山も新庄も遅れてくるの、練習遅刻でしょ、うん、もったいないわな。ああ、そうか、間違ってね、あの伝わってるんですよ。